確かにわずかばかりの朝食では体が持たないが、しかしもちろん分かってるさ。だがな、時間を置けばどんどん暗くなってくる。多分今が一番明るい、今が一番都合がいいんだ。ローザさんたちが襲われてからまだ1時間も経ったかどうかですよ。いくらなんでも不用心です。私は反対です。多少は辛いでしょうが、断じてここを出るべきではありません。私たちはいい。だが子供たちにひもじい思いをさせるのは心が痛む。親として責任を負わねばなるまい。 あなた、お父様が亡くなられた今、後宮家の当主はあなたです。そのような危険を犯すことは許されません。そうね、夏日さんの言う通りよ。クラウスさんはリーダーとしてここに残るべきね。なら誰が屋敷へ行くんだね。俺とキリエ、あと秀吉兄さんの3人で行こうと思う。俺と秀吉兄さんは銃を持ってる。そう簡単に向こうの手出しはできないはずだ。ローザさんも銃を持っていましたが襲われました。危険ではありませんか。ローザたちの様子を確かめに出た時、銃を持っていたが俺は一人だった。だが襲われなかった。男が相手なら向こうも慎重なのかもしれないぜ。男性が2人、そしてさらに銃も2丁。2人には護衛役に徹してもらって、荷物は台車で私が運ぶわ。ローザさんの時とは状況が明らかに異なるはずよ。わしを男と見込んでの話なら喜んで協力させてもらうで。こう見えても屋台を引いて鍛えた体や。力仕事は任せてえな。男性は護衛役に徹してくれていいの。使用人室に折りたたみ式の台車があったから、それを使えば私一人でも十分に食料が運べるわ。もちろん用心はする。そしてこの冒険を一度だけ成功させれば、もう二度と私たちはここを出る危険を犯す必要はないの。なんとか考え直せませんか。皆さんに空腹を強いるのは心苦しいですが、ですがしかし、今の外は何が起こるか分かりません。用心するで。それにエヴァはだいぶ体調が悪いんや。空腹にはできん。胃袋が空っぽじゃ飲める薬も飲めんわ。エヴァのためにもわしは出かけにはならんのや。エヴァの具合はどうなんだね。ようやく寝入ってくれたとこや。熱も高い。しばらくそっとしたってや。妻の体調があっては座しても見られんか。わかった、外出を許可しよう。じゃ俺たちはさっゆっくりと行ってくるぜ。スピード勝負だ。缶詰は OK だよな。そうだな。はい、缶切りと栓抜きはあります。ゲストハウスに水道があるから飲み物は不要よね。10人分もあるんだから好き嫌いは言わせないわ。よっしゃ、出だって走ってってさっさと持ってこようやないか。傘なんてさせてる暇あらへんで。じゃあ兄貴、留守番を頼むぜ。気をつけてな。本当ならば自分も行きたい。男に生まれながらこのような急場で力を貸せぬ長男の肩書きが恨めしい。こういう時くらいしか俺らには見せ場がないのさ。たまには譲って、兄貴はのんびりしてろい。じゃな、夏日さん、タオルの準備でもして待っててくれ。傘は差さねえから濡れネズミで帰ってくるぜ。わかりました、お気をつけて。
てえや。カモがネギしょってきたと思うとるかもしれんで。頼むぜ。誰も出てきてくれるなよ。まずは問題なしやな。涼座さんの時とは違う。迂闊に手は出せんやろ。そう信じたいね。キリエ、俺たちが見張ってる間に鍵を開けてくれ。え、SP が二人もついてお屋敷に帰宅だなんて、実にエグゼクティブな気分よ。赤絨毯で召使いのお出迎えがあれば完璧や。お出迎えか。あるか。しようぜ。開いたわ。行こう。戦闘を頼めるか。俺は背後を警戒するぜ。了解や。キリエさん、わしの影から出ないようにな。ほな突入するで。後方了解。援護するぜ。男の人ってやん、この状況をちょっぴり楽しんでるでしょう。諦めろよ。それが男ってもんだぜ。しかし相変わらずひでえ匂いだな。前方問題ないで、厨房までひとっ走りや。とっとと済ませて引き上げよう。スーツが親父の匂いで訓示をされちまうぜ。誘い出されたわね。私の罠にまんまと引っかかってくれた。やつら、もう生きてこの屋敷から出しはしないわ。閉じよ、鍵よ、屋敷よ。お見事です。無限の魔女を継承してからまだ半日も経たないのに、それほどまでに魔法を使いこなされるとは、その才能に驚きます。まるであなたは生まれながらにしての魔女のようだ。だって私、生まれた時から魔女だもの。あなたは瞬きの仕方を誰かに習うの？私が魔法を使えるのはそういうことよ。恐ろしいお方だ。さてさて。まずはルドルフとキリエなわけだけど、どんな残酷な殺し方をしてやろうかしら。
失礼ながら先代様より不必要な残酷なる殺害は控えるようご指示を賜っております。そして第四の晩以降は生贄の捧げ方に作法がございます。それには煉獄の七姉妹の力を借りねばなりません。あら、そうだったの？そういえばそうだったわね。好き勝手に遊べるのはさっきの第二の晩までなのね。つまんないわ。またローザの時みたいに思い切り遊べると思ったのに。でもそれは最後の殺し方という意味でしょ？と申しますと？私が何度どれほどの殺し方をしようとも生き返らせて最後に碑文の殺し方に沿えばいいわけでしょ？つまり私がどう遊ぼうと結局は問題ないってことになるわ。こんなに面白い力、誰がおとなしくなんかするもんか。魔女は見習いが最も残忍と申しますが、本当のようですね。ご随意にと申し上げたいところですが、ここはやはり自重なさった方が賢明でしょう。彼らは銃を持っています。銃のような反魔法力の高い武器は魔女や悪魔の天敵です。話が違うわ。魔女は弾丸なんかを追いかけられてもへっちゃらじゃないのかしら。いいえ、普通の人間と全く同じように致命傷となります。その弱点を蹴取らせないために、多くの魔女は厳重に防御結界や家具の守備によって身辺を固めるのです。私にその防御結界というのはあるの？銃弾をも無効にする結界の構築には十分な準備と儀式が必要です。残念ながら今のベアトリーチェ様にはございません。また銃弾を防げるほどの家具の召喚も現在はその準備がありません。これほどの魔力を持つ大魔女になりながら、それでもやはり鉛玉に怯えなければならないのね。うん、不愉快だけど仕方がないわ。となれば家具を呼び出して私の手足とすればいいわけね。はい、危険に身をさらさず家具に全てを任すのもまた魔女の優雅なるたしなみでございます。ここは家具に任せ、ベアトリーチェ様は安全なところへお隠れ。わかったわ。煉獄の七姉妹、誰でもいいわ。適当に二人。嫉妬のレビアタン、ここに。怠惰のベルフェゴール、ここに。あんたたちの力を見せてもらうわ。標的ワルドルフとキリエ、秀吉はダメよ。そう、あなたたちがどれだけ残酷な家具なのか私に見せてみて。恐れながら先代様より不要なる残酷行為は控えるようご命令を賜っております。でも先代様のご命令の範囲内でいたぶることはできると思います。それでもよろしいですか？はっ、わかった。それで妥協するわ。簡単に殺してはダメよ。徹底的に追い詰めて死の恐怖を味わわせてから殺すのよ。それでいいのかしら、炉の上？はい、程度をお考えいただければ問題ないかと思います。なら、お行きなさい。はい、お任せを。相手は銃で武装しています。
あなたたちほどのものならば、かわすことはたやすいでしょうが、もしも当たれば致命傷です、ね。くれぐれも用心。ご心配なく、そのような無様は晒しません。殺し方にまでルールがね。なんで私が先代様に気兼ねしなくちゃならないの？窮屈でつまらない。これだけあれば、ジョージたちも満腹やろう。帰るまでが遠足や。行くで。どうした、キリエ。チリチリするの、嫌な予感がするわ。ええ、多分私たちは待ち伏せされてる。さっきまではその気配はなかったの。でもたった今感じたわ。たった今私たちは待ち伏せられた。なら来た道を戻る義理はねえな。そこに勝手口があるじゃねえか。そっちから出よう。なんだこりゃ。って、クソ、どうなってんだ。開かないの。ああ、壊れてるのかな。びくともしねえぜ。無理せんと、玄関から出ようや。もたもた時間を潰す方が今は惜しいで。罠だってのか。わからない。用心して。誰だ。信じられん。人間ごときが我らの町。